パレソ出版チャンネルパーソナリティの渡部陽平です。今日の放送ではなんと、初登場ですね、フォレスト出版の、セールス&マーケティングカンパニーからお二人のゲストに来てもらいました。はい、ではまずお一人目がフォレスト出版取締役セールス&マーケティングカンパニー CEO 小池愛さんです。小池さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小池です。はい、でもう一名がですね、フォレスト出版セールス&マーケティングカンパニー COO 鈴木義明さん。はい、よろしくお願いします。よろしくです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、フォレスト出版チャンネル始めてもう長らく経つんですけれども、この、まあ、いわゆる営業活動をしてくださってる部からはですね、初めてご登場いただいたので、今日はその出版業界の、まあ、仕組みというところですかね、どうやってこうリスナーの皆さんたちにこう本が届いているのか、なかなかこう知る機会も少ないかなと思うので、そのあたりをお伺いしていきたいと思っております。まずですね、本が出来上がるまでっていうのは、まあ、その著者の方がいて、編集者がいて、で、まあ、出版社があって、でそれが書店やアマゾンなどを通じて皆さんの、リスナーの皆さん含めお手元に届くということだと思うんですけれども、その中にこの出版社がやってる役割として、実はなかなか僕らがわからないこともたくさん実は行われているんですよね。でまさにそこを担当してくださっているのが、まあ、小池さん、鈴木さんでいらっしゃるということで、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。 あまりにもこうイメージがつかないんで、具体的にどんなことされてるのかっていうすごいざっくりした質問で聞いちゃっていいですか。はい、どうぞそうですね、まずですね、その出版営業として具体的に、小池さん、鈴木さんたちはどんな活動をされてるんでしょう。すみません、ざっくりした質問で。じゃあまず小池なんですけども、基本その出版業界っていうのはどういう構造になってるかというと、まあ、出版社で本が作られる、これを、卸会社さん、取り次ぎという名称になりますけども、そこを通じて、書店さん、全国の書店さんに、作った本が流れているという現状があります。はいはい、でその中で、まあ、私小池の方は、取り次ぎさん、いわゆる卸会社さんと、まあ、アマゾンさん、ネット書店さんですけども、アマゾンさんに対して、まあ、いろいろ提案をして、まあ、交渉をして、るというのが私の仕事の一部です。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、まず取り次ぎさんというのが、まあ、一般的な業界でいうと、まあ、問屋さんになりますね。その問屋さんを通じて、書店さんに、まあ、本を、配本してもらう、まあ、要は、まあ、送ってもらうんですけど、まあ、その書店さんで置いてもらう際に、我々営業はそうですね、主に、まあ、書店さん、だったり、まあ、その書店さんのチェーンさんの本部だったりに、まあ、自社の書籍を、ご案内させてもらいまして、まあ、なるべく、いいポジションに置いていただいたりするというところが、そうですね、分かりやすければメインな仕事に、はい、なってまいります。 ありがとうございます。すごくざっくり言うと、その著者と編集者が作った本をこう読者に届けるこの間で行われている仕事をされていて、2つ、その取り次ぎさんに対してやることと出版社さんに対してやること、あ、出版社じゃない、ごめんなさい、書店さんに対して、働きかける、まあ、大きく分けて2つっていうところになるんですかね。ありがとうございます。で、書店さんっていうとなんとなくリスナーの方、僕も含めてイメージが湧くんですけど、その取り次ぎさんっていうとなかなかイメージ湧かないかなと思うんですけども、まあ、そもそも取り次ぎってなんだってところもあるかと思うんで、そこをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。はい、それでは本がですね、こう読者の皆さんの手元に届くまでに、実はこうすごく重要な役割を果たしている取り次ぎというところがあるんですけども、そこについて具体的に教えてもらいたいと思います。小池さん、取り次ぎっていうと一体、まあ、もうちょっと具体的に教えてもらってもいいでしょうか。うん、先ほど鈴木の方から問屋さんという話がありました。まあ、問屋さんも卸会社さんも一緒ですね。いわゆる物流本を書店さんに、流していただける物流会社っていう立ち位置になります。はい、
で、取次さんは今、皆さん視聴者リスナーの皆さん聞いたことあるかわからないんですけども、東販っていうところと日本出版販売っていうこの大きな取次で、まあ、その他にいくつかあるんですけども、まあ、そこがまあ大きく2つ大きな取次さんがあるというところですね。そこを介して書店さんに流れていくと、じゃあ僕ら出版社としてはまず本を、取り次ぎに受け取ってもらって、取り次ぎから全国こうどのたくさんある書店に、まあ、コンビニとかも含めてですかね、そうですね、そうですね、そこに届けられていくということですね。今書店さんってどのぐらい何店舗ぐらいあるんですか。逆にどれぐらいだと思いますか。なるほど、はい、僕も出版社なんですけど実はこれの正確な答えは知らないっていう。どうでしょう、5000とか6000とかそういうレベルですか。いやそこまでは少なくないですね。あ、そっか、もっと多いんですね、うん、今ですね現状で言うと、2019年の時点で言うと11,400数店舗が今日本全国にある書店さんですね。そんなにたくさんあるんですね、うん、これはそのコンビニとか除いてですよ、ね、コンビニ除いてですね。あ、なるほど。そうするとそれこそコンビニってどのぐらいあるんですかね。もっと1万とか2万とか3万とかあるんですよねきっと。コンビニの数は実際にいるとかなり、そう、じゃあそこにもう全国つつ裏裏こう本を届けているのが取り次ぎさん。そうですね、うん、そうですね、あとまあその1万1000店約1万1000店舗なんですけど、まあ、その事業所だったり外商のみ の書店さんを除くと今9700店舗ぐらいになってるそうですね。ですので、1万店をちょっと割り込んでいるというのが、はい、現状の状況になってますね、うん、はい、じゃあそれはちょっとやっぱり少しずつ減ってきてるっていうところです。そうですね、もう20年ぐらいちょっと右肩下がりになってるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、とはいえですねこうかなりこう多くの読者の方に本を届ける上で重要な役割を果たしている、まあ、取り次ぎだと思うんですけども、あのちょっと僕出版社にいながらそんなに出版の仕組みを知らない立場からなんで聞かせてもらいたいなと思ったんですけど、あの再販制度とか委託制度っていう言葉をよく聞くんですけども、うん、その辺はどういう仕組みになるんでしょう。結構こう出版業界独自というか、うん、実は皆さん知らないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、あの再販制度というのはあの本の値段は全国一律で、同じ値段で販売をされている、うん、これがいわゆるざっくりとして再販制度を、うん、っていうのはそういうものになります、うん、あの本来商品っていうのはどんなあの商品なんもあの希望小売価格で販売されていて、いわゆる小売店さんが値付けができる状態になってるんですけども、本に関して言うと、まあ、活字文化を維持していく意味で、再販制いわゆる定価制度値段が全国一律で同じという状態になっているところですね。なるほど。例えばですけど仕入れがすごく大変だからこう離島だと本一冊3000円にしようとかっていうのもできないですし、アマゾンさんがじゃあもうちょっと安く売りたいなと思ってじゃあ半額にするよっていうのもできないわけですね、うんうん、なるほど、まあ、そういうことで、まあ、日本の文化といいますかその小池先生もおっしゃってましたけどその活字文化を守るっていう意味でできたのがこう再販制度ということで、値付けの決定権がじゃあ小売店にはないっていう、メーカーにはメーカーにはない。そう、なるほどですね、うん、まあ、先ほど今渡部さんが言ったように例えば離島になると本来であればその運賃とかも含めると値段を高く売るんですけど、だとすると都内は値段が同じ本なのに安い、うん、この格差が生まれてしまう、不公平感が生まれてしまうのでそこをこうなくすっていう意味もあります。まあ、そういう意味で長らく続いているわけですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではあの委託制度っていうのはどういう制度なんでしょう。委託制度、ざっくり言うと書店さんが、一定の期間、返品ができる、うん、新しい本に
継いでですけども新しい本は、まあ、本当に生まれたての本を書店さんが、例えば10冊欲しいとでそれを10冊仕入れるとそうすると本来、商品っていうのは委託の他に注文という制度条件制度があるんですけどそれは買い切りになるんですねなので買い切りっていうことは返品ができないでも委託の期間内であれば返品してもいいですよっていうそういう制度ですねなるほどじゃあその注文すると書店さんはじゃあこの本10冊くださいって言ったら例えば1冊も売れなくてもそれは在庫は自分たちを持たなくてはいけない、本来の意味で言うとそういう状態ただしやはり売れなければ自社で残ってしまって、結局赤字になってしまうだから、現状は、返品も受け付けてますいわゆる形骸化はしてます条件っていう意味では、すごく形骸化してるおなるほどじゃあまあその、まあ、委託制度っていう、今注文でなくて単純にその委託っていうものであれば基本的には1回発注をしても書店さんは返品をすることができる、なるほどはいこの委託制度例えばどういう方にとってどういうメリットがある制度になってるんでしょうまず書店さんにとからすると、まあ、いろんな商品を、新しい本を取り扱いやすいっていう側面はあるかもしれませんね、あとまあ出版社著者にとってみればまあ新しい著者、まあ、今まで本を出したことないそんな知名度がない著者さんの書籍でもその店頭での販売の機会をいただきやすいそうですね販売機会が、まあ、生まれやすいこの仕組みだとそうですね生まれやすいとは思いますねあの今新しい本とお話でしたけど出版業界だと1日に新刊がものすごくたくさん今出るっていう状況だっていうのも聞いたことあるんですけどどのぐらいの本が出てるんですか1日あたり240とか10以上300近く出るタイトル数いわゆる雑誌とか全部含みでいうとそれぐらいのタイトル数が平均で出てるんじゃないかなその中で自社に関して言うんであればその中からじゃあ小池さん鈴木さんたちはフォレスト出版の本が極力こう書店に並ぶようにお仕事されているということですね、そうですねはい、はいそれではちょっと次のテーマに行きたいんですけれども小池さん鈴木さんもですねこう出版業界でずっとこう、まあ、働かれていて、かなり長いと思うんですけども何かこう変わってきているところあとさらにこれから未来出版業界がどうなっていきそうかみたいなところをお話ししていただきたいなと思ったんですけどもそもそも小池さんはいつからこの出版業界に関わってらっしゃるんですか単純に出版業界でいうと、浪人生時代から5年間、池袋にある朝日屋書店さんでアルバイトをしてその後出版社フォレスト出版社の前にフォレスト出版の前に3年間違う出版社にいたので大体34年目に入ってますね、はい、なるほどじゃあ本当に書店と出版社って両方の立場からこう業界を見られてらっしゃるわけですね、なるほど鈴木さんはいかがですか。そうですね、私も、まあ、26年ぐらいになるんですけど、まあ、最初小さい出版社にアルバイトで入りまして、まあ、そこから、転職してまた転職して今そうですね3社目がフォレスト出版になりますね、はいはい、お二人ともこう出版営業という舞台でもうそれこそ30年20年いらっしゃるわけですけども昔と何かこう変わってきてるところっていうのはあるんですか出版業界として、やっぱり大きく言うと書店数はやっぱ減ってきてる町の書店さんがやっぱり少なくなってきてるっていうのがまず一つ、まあ、取り次ぎさんも当然数が少なくなってるっていうのはありますね、目に見えてという、まあ、当然売上も下がってきてるっていう部分もありますけど鈴木さんはいやなんかいっぱいありすぎて何を最初にお話しすればというところありますけどなんかその25年前のご自身が今を見た時に一番びっくりしそうなことは何ですかそうですねけど今書店さんの数は減ってるんですけど
ただ私が95年くらいから出版営業として働き始めて、その90年代後半から2010年ぐらいまでですかね、はものすごい出店ラッシュで、結構大型の書店さんが増えたんですよね、うん、ものすごい増え方をしてたんで、昔じゃあ1000坪ぐらいある書店さんってどのぐらいあったんだっていうと、本当に数えるぐらいだったと思うんですけど、本当にそれ以上のお店だったり、まあ本当500坪クラスのお店もどんどんできて、そうですね、だから小さい書店さん、町の書店さんは本当に減っちゃったんですけど、大型の広い売り場面積を持つ書店さんは逆に増えたかなっていう印象はありますね。あ、はい、そうなんですね。それはまあ今2021年ですけれども、傾向としては変わらず、その大きな書店、あのなんていうんですか、延べ床面積の広い書店さんというのは意外に多くなっている。そうですね。なるほど。じゃあそうすると、その地方の小さな出版社、あ、じゃない、ごめんなさい、書店さんが結構減ってるっていうのは、あのやっぱりこうアマゾンさんの影響っていうのもあったりするんですか？アマゾンさんの影響はないかというと、まあ、そういうわけではないと思います、うん、やっぱり今鈴木さんが言ったみたいに、大きなお店が近隣にできてしまう、いわゆる代店法が施行されてから大きなスーパーができて、商店街がやっぱりこうシュリンクしていってるっていう流れの中に入ったと同期しちゃってるっていう部分があると思います。あ、なるほど。こう一本を買う立場だけで考えると、やっぱりここ何年ですかね、15年ぐらい、何年ぐらいですかね、一番の違いっていうとやっぱアマゾンかなって思ってしまうところがあって、まあ、それはもう間違いはないですね。なるほど。ちなみにこうアマゾンさんとのこう付き合い方っていうのは、あの出版社としてはどうされてるんですか？やっぱりこう売り上げが、まあ、書店さんが減ってアマゾンさんが増えてるっていう状況はもしかしたらあるのかなと思うんですけど、うん、どうなんでしょう、ネット書店っていうんですかね、うん、そうですね、やっぱりお客様の、うん、動向、いわゆる購買の動向というのが、やっぱりネットで検索をして、まあ、商品を購入をするという中で、そのネット書店さん、アマゾンさんにしても楽天さんにしても購買しやすい環境になってきてるっていうのはまず一つあると思います、まあ、当然あの商品の中身を選んで買うっていうお客様もいますから、全てが全てにおいてじゃあネット書店さんかっていうとそういうわけではない、うん、ただその顧客の活用の違いでアマゾンさん楽天さんとネット書店さんに、まあ、移っていってるっていうのはもう厳然たる事実ではありますよね。なんかそのアマゾンさんって、まあ、そのもうこれを買うんだって決まってるとアマゾンで、やっぱり書店さん歩いて、あの雰囲気やっぱりいいですよね、書店ってね。そこでこう偶然の出会いで本との出会いを楽しむっていうのもすごいあるんで、ともちろんその役割が違うのかなっていうところも、うん、そうですね、うん、ありますね、うん、なるほどなるほど。鈴木さんは何か今のテーマだとありますか？そうですね、確かにアマゾンさん、ネット書店さんの売り上げは、まあ、伸び率としてはすごいですよね、うん、まあ、それは、まあ、業界前提で言ったら、まあ、かなり、まあ、この出版業界ってね、決してあの成長産業ではないんですけど、その中で多分ネット書店さんの売り上げっていうのはかなり伸び続けてるかなと、はい、思いますね。なるほど、ありがとうございます。買う立場からするとどちらもあって嬉しいっていうところがあるのかもしれないなっていうふうに今感じました、はい、そしてあと当然ながら電子書籍っていうのもすごくこう選択肢として出てきてるかなと思うんですけれども、対電子書籍に対して、まあ、その小池さんや鈴木さんのこう仕事をする立場としてはどうなんでしょう？電子書籍に関しては今、まあ、うちの会社で言うと、まあ、各部門の人間が集まって、まあ、チームを組んでやってるというのが現状ですね。一部署でどこかがやってるというわけではなくて、はい、まあ、電子書籍の売り上げっていうのは当然年々やっぱり増えてますね、まあ、基本全体業界全体で見るとコミックが主導になっていて、まあ、文字物というんですけどもは大体全体のこう2割から3割ぐらいですかね、うん、
基本はやっぱコミックが牽引をしていると。なるほど、なるほど。電子書籍伸びてるっていう話は皆さん聞くと思うんですけど、まあ、7割ぐらいはじゃあやっぱりまだというかコミックが多いんですね。コミックですね。あの電子書籍も結局単純に Amazon とかだけではなくて、LINE とかいわゆるコミコとかコミックシモとかいろいろアプリもあるので、それも全部電子書籍の中に入るので。なるほど。そこはまたじゃああれですね、こう一冊本を買うっていうよりは、まあ、いろんな見方のスタイルあると思うんですけど、そこも含めた電子書籍マーケットっていうところなんですね。なるほど、ありがとうございます。はい、あとそうですね、電子書籍の、売り上げのトピックでいうと、まあ、2019年に、コミックプラス雑誌かな、これの売り上げが、紙と電子が逆転したんですよね。これが結構、はい、まあ、エポックメイキング的な。そう、すごいですね、はい、それって紙の本っていうのは、変な話が、その鬼滅の刃とか、進撃の巨人とか、全部の紙も含めて、今、電子の方が多いんですか。そうですね、おそらくもう、これからどんどん電子の方が、はい、コミックに関しては特に差がついていくんじゃないかなと思います、ね。なんかちょっとそんなに早く来るんだっていう印象が今僕の中では。ビジネス書とかもどうですか、結構やっぱりこうどんどんギャップが縮まってきて電子も伸びてるんですか。ね、まだそこまでではない。やっぱり紙の売り上げの方が全然多い。だジャンルによってはやっぱり電子の方が親和性が高くて、そっちの方が売り上げが、まあ、平均トントンぐらいになってるようなものもあるみたいですね。なるほど、ありがとうございます。学さんとかは何でしょうね、やっぱりまだ今に学習参考書とかそういうのは紙の方がやっぱり大事みたいですね。分かりやすいのは辞書とかとかもしれないですね。電子辞書、辞書はもうそっちの電子に行きましたね。だからドリルとかやっぱりね、そういうのは紙でみんな勉強して、ありがとうございます。はい、ではまあ、今電子書籍とか、変化って部分でお話ししていただいたんですけども、他にも何かあったりされますか。さっきちょっと言いそびれたんですけど、その30年20何年の中で大きく変化っていうと、やっぱり雑誌の売り上げが落ちてるっていうのがありますね、やっぱりネットとの親和性、情報性が高いのでネットの方に情報が、どんどん移っていって雑誌の売り上げが落ちてってるっていうところも大きな変化ですね、はい、かなり雑誌が、まあ、まあ、なんていうんですかね、情報がネットとかに置き換わってきてるっていうところですね、電子書籍とくる含めて、ありがとう。だけどその雑誌の売り上げが落ちたことによって実は今ちょっと大きな問題になってるのが流通問題っていうのが、流通コストがそれによってちょっと上がってしまってるっていうところにもつながってるんですけど、はい、なるほど。例えばですけど、こうコンビニに雑誌を置きに行くのと一緒にビジネス書を持ってってもらうみたいな、そういう何かあるんでしょうか。まあ、そうですね、その雑誌を、まあ、もともと書店さんに雑誌がやっぱ売れてた時は、雑誌をこう書店さんに納品するついでっていう方はちょっと良くないのかもしれないですけど、それと一緒に雑誌と一緒に書籍を配送してたというのがあったんですけど、その雑誌が売れなくなっちゃったもんなんで、そうするとじゃあ書籍の流通コストもどうするんだみたいな話に、まあちょっとデリケートな問題になってきてるんですけど、トラックに書籍と雑誌が満載だったものが雑誌の売りが落ちたことによって、いわゆるトラックの中のスペースが、空きスペースができてしまった、いわゆる空気運んでるみたいなもので、そうするとその分輸送コストが、高くなる。書籍だけでこうそのコストを賄わなきゃいけない、なるほど。そこもいろいろなこう業界の変化みたいなところも出てきているんだと思うんですけれども、まあ、フォレスト出版として、まあ今年のちょうど4月から少し組織が変わって、セールス&マーケティングカンパニーで、その中の出版営業ということで、小池さん鈴木さんにがこう働かれていると思うんですけれども、これからまあ変わっていく時代の中で どういった方向性というか、どんなことをこう目指してやられていらっしゃるんでしょうか。まずその
出版業界っていう部分においてはやっぱりその紙の本が中核業務にはなるんですね。やはり一番の売り上げにはなるんですけども、今後を見据えていくと、まあ、書店数残念なんですけども、まあ、当然それを応援はするんですけど、やっぱり書店数がどんどん減ってっていると同時に、先ほど言った電子書籍ですよね、ここの売り上げが伸びていく。でやっぱり人の動向って本を読むから本を見る多分感覚に変わってきている。例えば今の中高生とかもそうですけど、そうなっていった時にやっぱりその本っていうを取り巻く環境っていうのはどんどんこう少しシュリンク、まあどんどん少なくなっていくっていう過程をしていくと、まあ、出版社としていわゆる本だけではなくて、本以外の商品とかも取り扱っていかないといけないだろうと。でその中で、まあ、書店さんにもやはり頑張っていただきたいし、売り上げを取っていただきたい。でそういった中で新しい価値の提案ということで新しい商品を、まあ、提供していくということを目指していきたいというのはあります。はい、ありがとうございます。ちょっとおそらくいろいろ計画進んでるんでしょうけど、まだ具体的には話せないと思うんですが、本当にこういろいろ計画されてるってことを僕もちょっとちらちら聞いてるんで、同じ会社ですけどすごい楽しみにしているところです。書店さんってそういう意味だとめちゃくちゃこうなんていうのかな、集客力というか、今でもやっぱり、まあ、今コロナですけどやっぱりお客さん来てますしね、その集客力を生かしていろいろな展開がおそらくあるんだと思います。あ、ちなみにですね、書店さんに対しての営業活動もすごく小池さん鈴木さんたちされてると思うんですけど、それはまたですね次回別の放送でお話ししてもらいたいなと思ってます。鈴木さんはいかがでしょう。はい、そうですね、まあまあ、展望、まあ、展望って言っていいのかちょっとあれですけど、まあ、やっぱり去年、コロナになりまして、まあ、いろいろ世の中的には制限が生まれてしまったんですけど、実はこの出版業界、書店さんの業界、にとってみると実は売上が昨年度は良くてですね、まあ、結局その巣ごもり需要ということで皆さんまあ外出できなかったり旅行行けなかったりっていうところで、やっぱり身近にその娯楽としてやっぱり楽しめる書籍、まあ、教養を学べる書籍、まあ、あとはその学校行けなかったからその学さんのドリルがねすごくその緊急事態宣言中売れたりとか、まあ、そういうので結構実は昨年度からまあちょっとそういった面でのまあ書籍は何でしょうね、こう見直されてる部分があるというか、そういうところもありますので、まあそこをね我々としてもまあずっとこのコロナが続くわけではないんですけど、まあ、やっぱり書籍の、良さというものも、伝えていかなきゃいけないですし、まあ、あとはやっぱりそれを販売してくださる書店さんだったり取次さんを、まあそうですね、取次さんに書店取次さんに協力できる体制を取っていきたいなとは思ってますね。はい、ありがとうございます。冒頭にも言ったんですけれども、こう著者が作った本をこう読者の皆さんに届けるために、まあ、鈴木さんや小池さん、こう出版業動いていただいて、取り次ぎ、書店とともに、まあ、活動されてるんだなっていうのをすごく感じました。それでは、今日はもうここまでにしたいなと思うんですけれども、それでは最後に小池さんからこうボイシーのリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。はい、フォレスト出版で作る本が、まあ、一人でも多くの読者に届くように、まあ、営業を、まあ、日々頑張ってます。で我々もやっぱり取次さんを介して、案内をしたりとか、アマゾンさんもしっかりですけども、もうとにかく一人でも多く届けるように、頑張ってもらいますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日はフォレスト出版から小池さん、鈴木さんにお越しいただきました。小池さん、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報などリスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてください。またお会いしましょう。
フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。